皆さんこんにちは、ゲームロス会の林平です。よっしゃ、今日もやってやろうか。相手がな、非常に苦手な怪盗クリンズですね。よし、勝ちましょう。うん、頑張れ。スピード勝て。うわ、違うな、技がもう全然違うのが出る。まず頑張れ。うぅ、入れ替えろ。おふぅ、おふぅやな、ほんま。今のなかなか危なっかしかったな。うん、せいせいせい。おい、おい、OK。 おい、点読みやないかな、完全な。あ、違う違う違う、技が違う。なんだ、技が違うぞ。俺っちよ、うっそ。うわ、くたばれ。おい、おい、あ、俺の足が届かない。うい、おい、おい、おい、いいよ、いけるよ。国光勝つよ。はい、なるほど、下段きついです。下段きついよ、お主。なるほど、結構シャホな。うい、貯金、よし、まずは1試合目取った。次いきましょう。さあ、2戦目、相手のリベンジを受けてもう一回クリミスと対戦します。でね、皆さん、1戦目なんかちょっとテンション低いなと思ったかもしれないんですけど、実はね、まあ、別の方の国光に、6連敗ぐらいしてまして、もう国光恐怖症になってましたが、しかし今一勝できたんで、とりあえず払拭できたかなと。うん、無理かな、やっぱり払拭できん。やっぱ決まる、やっぱどう考えても決まる、この動き決まる。もう下段がな、分からん、ほんまこの国光というキャラクター。うわ、この野郎、俺のこの野郎返せ。はい、よし、燃えろ。オッケー。うん、それきついな、どっちに避けよう。あー、くそくそ、マジクソ、マジクソ。初めて掴みしてきた。よっしゃー。うん、くそ、シャカパンあるん、ずるいねんな。俺ないんだよ、うっそ、入らんの。よっしゃー、押していく。あめーよー、うぇい、押していく。
うわ、下段、下段はちょっと無理。どうしたらええ、どうしたらええ、教えてくれ。この野郎は無理。おい、おバカさん、それは甘えたね。うシャガパン、前だったらシャガパンしてくるタイプね。いいだろう。動いてはないんです。動いたか、ちょっと持ったか。それは動いたか。俺はどうしよう。取れた。嘘、なんでこった。ういうい、どこ行った、どこ行った。やっぱ嫌いだね、国光は。案外簡単でしたね。やかましい、次で決着や。さあ、参戦3日。国光の戦うのはちょっと金輪際嫌かもしれない。ほんまに疲れる。当たらんのよな、こいつ。マジで低すぎて、マジで低すぎる。うわ、この野郎が俺の、この野郎消された。うまっ。ほら、なんでなんで、違うの出るよ。嘘。うわ、しゃがんだけかな、間に合わんか。よっしゃ、勝つけ。なんだこいつ、おい、しゃがパンはしてんじゃねえ。しゃがんスタイル、おい、まーお。何、それ何、それ何、速攻じゃねえよ、こっちが使えないぞ、バカチン。うえぇ、暴れるんだ。その勇気に乾杯。うぇぇ、うわぁ、ちょっとわからん。急に消える系の技、マジ困る。急に消える、わぁ、終わった。あ、間違いない、それは。これは、これはミス。うわぁ、もうこれはミス。シンプルに、あのレイジドライブは使い方が悪いですね。まあいいや。一回だけでも勝てたから、ということで。次回も見てください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。バイバイ。